みちゃん。なにベア。実はハンター同士の戦いの場を設けたんだ。え、本当？そう、勝った方が出玉総取り。今回登場するハンターは黒バラ軍団からジロ。対するは白鳥美優。今回も見せます白鳥美優劇場。実戦ホールは夏路協賛店舗である非行な神戸中央スロット館。朝一の狙い台は、白鳥さんにどうしても負けたくないんで、出玉性能の高い AT 機中心にメイン通路で、入ってから考えていこうかなと思います。おはよう。お待たせ待った、皆さん一緒に白鳥美優劇場を今日も一緒に楽しみましょう。ということで皆さん早く早く行こう行こう。ルールは至ってシンプル。ホールでガチ実戦を行い、勝った方が出玉を総取り。収支がマイナスで負けた人には私物を視聴者にプレゼントしてもらうよ。今回は2人とも何を打つのかわからないけど、まずはいい番号引かないとね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、この番号だったら何でも打てちゃうよね。僕抽選天才なんですよね。結構なんかいい番号引いたことないとか言う人多いじゃないですか。アホちゃうかなと思います。パチ貫いた方がいいんちゃうかな。でこっから選ばれてるんですよ。選ばれし人間なんで。対する白鳥美優は初の鉄拳サードの整理券を見事にゲット。寝台整理券、機種別の整理券をいただきました。危ない残り2台のところ、14台目にゲットです。よかったね、今日楽しいデートになりそう。変じゃない？さあ、ゆったりと入場したジロー、何を打つんだい？これベルヘイテンっすよ。正直バリ適当っすけど、この辺行きましょうか。適当に座るのかい？さあ、こちらはすでに始まっております白鳥美優劇場。今回はどうやら初スロデートみたいですね。今日はここで一日白鳥美優とデートしましょう。ということで美優は信頼の鉄拳サード。朝一装填の件は変更後 25% から 37.5% で降格スタート選ばれるんで、まず降格スタートっていうだけで変更はしてくれてるんじゃないかなっていうところはありますね。さあ、今日は待ちに待ったあなたとの初デート。ずっとずっと会いたくて大好きなあなたとね、今日は一緒に一日デートしたいと思います。打ち出して約200回転、ジローにハプニングです。200まで結構我慢した方が自分で思ってる。すみません、一人で。一方の白鳥美優は100回転を超えたあたりで台が騒がしくなってきたよ。鉄拳ゾーンですね。これはゲーム数解除の店長です。500ゲーム以内に 80% オフぐらい解除期待度があるみたいなので、朝一ももちろん大チャンス。設定変更してたら500回転までに当たっちゃうけどね。あー、青のまま発展だ。残念。初めてのデートだから、まだお互い知らないことだらけだから。もうこれでストレスないんで、だいぶやらかしますわ。投資はね、もうすぐ500万いくんで、デート気分の人にはね、やっぱ負けてられないんでね。ここは勝負の場ですからね。さあ、こちらは
まもなく300ゲーム。急にしまったぞ。そろそろ当たりが欲しいよね。あ、ここから？経験の3回目です。今投資が550枚目に突入しているので、そろそろここで欲しい。じゃないと私今日鉄拳とデートするつもりが片思いだったってことになっちゃう。頼むぞ今回は。あ、すごい。これどれに行くかな。巨大戦車を破壊せよ。まあこの時点で演出としてはだいぶ弱いよね。あ、ここですね。ここで決まる。オーラまとってる。いつもと違う。これはいけそうな気がするぞ。あら、いけなかったんだ。あらららら。これで3回目の鉄拳ゾーンも、あ、復活でした。ということで先生は白鳥美優。まああっさりと当たりましたね。じゃあ今日初、327ゲームから鉄拳ラッシュです。投資が550枚。頑張りたいと思います。さあ初めての共同作業、いっぱい楽しもうね。今回は立ち上がりがいまいちな二郎。ゲーム数前兆に入ってるね。この辺で当てとかないと展開的に厳しくなるよ。ここ突破すればこれは当たってもおかしくない。チャンスアップがあれば弱いかもしれないですが、あ、154でゲーム数解除です。投資が450枚ですね。よくレートのねデートもね飽きてたんでね、そろそろね当たってくれないと。デートってね、白鳥さんデート楽しめてますか。ボーナス来い。ボーナス、あーダメかな。鉄拳ラッシュ中の鉄拳ボーナス当選期待度は約12分の1だけど、解除レベルというのが4段階あるんだよね。今回はちょっと解除レベルがいまいちかも。お願い。よっしゃい、当たりました。ウィン。でここですね、2択。当然赤7が揃った方が拳の上乗せに期待が持てるよ。あー逆だった。鉄拳ボーナスです。対する二郎は2セット目のバトル。白オーラはちょっと寂しいよね。危ない匂いが。これはさすがに鉄板で負けパターンじゃないですかね。あんま人のことバカにしてたらね、終わりましたね。118枚です。さあこちらは順調に鉄拳ラッシュを消化中。ボーナスじゃないこれ。強チェリー聞いた。強チェリーはもう安心して見ててください。チャンス、ブンガーした。これはいける。激アツ。
いけましたね。イエーイ、やりました。ボーナスです。今日チェリーから。あー、また2択だ。さっき外しちゃったから、今度はあなたに聞こうかな。どっちだと思う？私はこっちだと思うんだけど、でもこっち？分かった、押してみるね。これでお互い一緒だね。どんまいどんまい、次頑張ろう。ここで次郎に動きが。見に行きましょうか。移動先はバジリスク絆。朝一のボーナス30ゲームやめぐらいの時なんで、まあ、まだ分かんない部分も多いと思うんでね。さすがにここまで上乗せゼロじゃ厳しいよね。ボーナスが2回、トータル200枚。これじゃダメだよ、早すぎるよ。ダメダメ、次はもっと頑張ってね。2つ1ゲームでチャンスリスク激アツきたね。これはさすがにね、覚悟、ゲームでバジリスクチャンス。総投資が800枚、700枚ですね。すごい大人で包容力がすごいある人が好きなんですよ、積み込んでくれる人。ただね、今日まだ朝から初デートで会ってる時間短いんだけど、もしかしてこの鉄拳サードさんは包容力が少ないかもしれない。包容力っていうのはちょっと設定ってことなんですけど、鉄拳チャンスに一度も入らない。さあ、対する二郎はおぼろでバジリスクチャンスを消化中。このままバジリスクタイムに突入すればすごく楽なんだけどね。どう思うかな。まだですね、バジリスクタイム当たるんやったら限度過ぎてよかったんですね。こちらは400ゲーム超えてます。ここで、待って、はい、確かにここまでハマればデビルゾーンまでは行きたいよね。まあ、ここで特定役さえ引かなければきっと大丈夫だよ。マジか。バジリスクタイムを消化中のジロー、ここまで見せ場がないですね。1セットで159枚でした。チャンス中の白鳥美優、当たっちゃうのかな。ちょー待って、大丈夫かな。いやね、短い付き合いだけどまだ私のこと分かってくれてると思う。頼むよ。あ、星2だ。いけるんじゃない。負けてくれ、ここは分かってるよね。頼むよ、ここは勝たなくていいから。いいからね。いやー怖い、レバーオンしたくない。うわー、めっちゃ緊張する。分かってくれるよね、分かってくれるよね、渡ってくれるよね。あっ、マジマジで復活とかないよね、復活とかないよね。よし、やっぱり短い付き合いだけどこの人は私のこと分かってくれてる。本当によかった、ありがとう、外れてくれて。いいね、500ゲームまで一緒に到達しようね。なんか勝てる気しなくなってきました。何打ちましょうかね。ここの鉄拳ゾーンをくぐ
違うゲーム性の激アツのところに入れます。この辺行きましょうか。まあ、ノーボーナス186ゲームなんで、まあ、朝一ゲーム数会場の割合高いと思うんで、まあ、打てるかなと。ここ最後の最後、ここ一緒に頑張ろう、一緒に締めよう。めっちゃ暑いでしょ、多分これ。これ当たっちゃいそうだな。当たっちゃいそうだな。すごく当たっちゃいそう。外れていいよ。外れていいよ。外れていいよ。お？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 これで復活があったら。私のこと分かってないから。分かってくれてるよね、信じるよ。せーの。あー、やっぱり分かってなかったか。あー、当たっちゃった。当たりを引いてここまでへこむってなんか悲しいよね。ここまでずっと手乗せてきたのに分かってなかった。いっぱい上のトカトンありますから、4つ。それ引いて今のタワシが1100枚、これを回収していきましょう。お、うん、当たった。よかった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 。まず1回目のボーナスです。もうね、ここで当たっちゃったから、もう私の直感でここはもう話なんて聞いてあげない、話なんて聞かないから、話なんて聞かないから。やっほー、やっぱり今よかった。あー、今とこ全部青。そろそろ見せ場が欲しいよね。これ中段チェリーですね。これは当たってそうな気がします。まだ広角に滞在してればね、ここの中段チェリーで当たってるんですけど。あ、北斗神拳三勝シワに入れ替わったんで、あれ外れるんすか。こっちは最悪な展開だね。うわ、ボーナスが0回だったらまた違うチャンスゾーン、復活ゾーンの抽選もされたんだけど、1回引いちゃってるから途中でも受けられません。178枚で終了。さっき熱い演出は外れちゃったけど、やっぱり当たってたみたいだね。707ゲーム中断チェリーからですね。今度はのね、3度目の正直。お、リアヤかけた。これはいけるでしょう。これはいける。追加してたもん。お、チャレンジャー、どう、頼むよ。やばいな、もし2だ。頑張って、シャオユ。攻撃2回食らっちゃってる。そしてでしょうゆ、せーの、やったー。
目のバトル、白オーラだけど大丈夫かな。俺は久しぶりに なんとかこれで3セット目ですね。緑ぐらいまで行ってくれたらね。青でした。セット193枚です。対するニューの方はここで鉄拳ボーナス、そろそろ赤が欲しいよ。いや今度は決めよう。今日ずっとこっちから押して青だったので挟んでみようってさっき決めたんです、彼氏と。どんな感じですか今。まあ僕なかなか厳しい展開で。あ、そうなんですね。まあまあまあ掴めてもないんで。手玉は、まあ、ほぼないぐらいで。あらあら、まあやばい展開かなとは思ってるんですけど、うん、なかなかうまくデートがいかず結構ド S な感じなんですよね。なんかあれですか、デートっていうか、まあ戦場なんで、あくまでパチンコ屋は勝つか負けるかなんでね、うん、そんな甘いこと言ってたらね、うん、なかなか厳しいんじゃないですか。うん、そうかな。僕そういう人にはちょっと負けれないなっていう、まあ、自分の中で持ってるんで。いやいや時計やめてください、時計ちゃいます。あ、いやいやちゃいますちゃいますちゃいます。ちょっと近づいてきてますよね。いや時計やめてください、時計やめてください。まあね、現状劣勢のジロー、ここで大移動です。こっちよりかは多分こっちの方がいいと思うんで。
まあ、秋台の中やったらほんま一番マシぐらい、大きくプラスにしなくてもね、まあ、マイナス避ければというか、まあ、プラマイゼロラインまでいけば、まあ、白鳥さんもあんま調子よくなさそうでしたし、勝てるんちゃうかな思いながら打っていきます。一方のミユもここに来て再び500ゲーム直前です。今度強ゼリーだ、ドキドキしてる。485ゲーム、いやどうなるんだろう。いやみんな入ってくれたら嬉しいけど、ここできたらやっぱり500ゲーム超えて2段階目に行ってほしいんですよね。どうかな、どうかな、どう、あー外した。で今491ゲームめっちゃ煽ってるから、さっきと同じね、はい、来ました。500ゲームから前線道です。方向越えよ、ここは神の愛の力で越えていきます。越えてみてます。ボンドがいる。全部使ったら2500枚ちゃいます。いやー今回の実戦は苦戦してますね。ある程度ね、出玉返してきてほしいですよね。あ、出た。そのためには激闘ランブ入らんと無理なんで、朝かね、当たれば倒せます。あー避けられましたね。これ青のままだから外れるんじゃない？これ外れるでしょ多分。多分外れると思うな。めっちゃドキドキするな。さっきはここで復活だったんですよ。ここを復活しなかったらもう2人の愛の勝ちってこと。この恋の集大成が問われます。せーの、やりました、やりました。500ゲームの壁を越えました。2人の愛はやっぱり育んでいかれるってことですね。よかった、よかった。ここから第2段階目になりますね。フリーズ確率がなんと20倍に跳ね上がっております。さあ2セット目のバトル、ヤバくない？まさかね、こんな頑張って AT 入れたのにね、98枚で終了です。どうやん。さあデビルゾーンには行ったんだけど、まだリバースロックがありません。よし、バトル3回目のエンジェルバトルです。エンジェル勝てるかな、3回目だから。ソロソロ、勝ってほしいな。あ、ここに強いやつ
ますわ。店長出ないで。いいっすか。400ゲームから天井狙い。しかしあっさり461ゲームドーベルから宿命の時へ突入。ギリギリも聞こえて繋がりました。目標は激闘ラウンド入れる。はい、いやーよかった。嬉しい継続確定パターンサプライズ無理やと思ったんですけどね。ヒーローラから炸裂ケンちゃん、まあそんなもんすよね。一方デビルゾーン中のミユ、全く見せ場がなく天井に到達。何とも言えない。ファイナルバトル、これね大事だね。あるかもしれない。ビンでシン、テケナッシュ、ルーでテケナッシュ、ここファイナルバトルマジでお願いします。頑張るから本当に。エンジェル頑張って。いやドッキドキするドッキドキする。エンジェル頑張って。これをちょっと食らっちゃうけど、エンジェルが、はい、こっちも同コインを出す。そしてマジで新典型なしがいい。対する二郎も完全に遊ばれてるよね。何事もなく激闘乱舞 in 上海が終わり、ケンシロウも敗北。5セット324枚でした。朝一から無様な展開やったんですけども、まあ、なかなか出玉伸びず、でまあもう時間も時間なんで、ここで戦法を終了としたいと思います。今回は2人とも AT 中に全くやれてないよね。ラストもう終わっちゃった。赤なら1回、青なら2回、トータル313枚。私たちの愛の結果は313枚だったってこと。
えたはずのジロー、そこそこいい利益のマイジャグ2を発見し、延長戦に突入。515ゲームですね。ビッグです。私はずっと一途にこちら点検サード君を思い続けたんですけども、結果裏切られ、ここで無念のタイムアップ。てっちゃんのバカー。うわ、レインボー、ジェリーからっすね。22ゲームです。もう600枚。いやー早い。僕気づいたんですけど、朝からジャグラー打ったら負けないんちゃうんですか。結果発表。いい勝負だったんじゃないですか今日。そうですね、地味な戦いになったんじゃないですかね。投資が2350枚の回収が773枚で、3枚がマイナス1570枚ぐらいですかね。あ、まあ、結構がっつり負けてしまったんですけど。そうですね、意外でした。投資2050枚、回収がじゃん301枚ということで、マイナス1749枚でした。お疲れ様です。ちょっと待ってください。今私ちょっとあるんで、段取りっていうのが悲しいよ、手玉も取られて、うー、手涙を拭いたこのハンカチを視聴者プレゼントしたいと思います。すみません、はい、ありがとうございます。いやいや、押しもちょっとポケットに。いやいや、ダメです、ダメですよ。マジですか。そうっすよ、これもルールなんでね、やっぱり。投資聞いてました。聞きました。投資2050円も使ってるのに。まっとね。